ちょっと休まった。気分転換も大事だしね。아니쉬려고어디까지가는거야이이게시기시마모こうして外から見ると新鮮で綺麗に見えるかも。湖も綺麗。この湖のおかげで魔物も島に入り込めないんだよね。ありがたい話。ん？なんか変だな。いつもと何か違うような。あ、波の向きが違う。そういえばアンペルさんから湖の変化には注意しろって言われてたような。アンペルさん、リラさん、ちょっと湖の様子がおかしいんだけど、前に何か言ってなかったっけ。お前が蒔絵を作った時のことだろう。潮目が変わると水の下ではいろいろな変化が起こるものだ。海とつながっているこの湖は魔物が入る恐れがある。だから漁師に注意しろと伝えさせたわけだが。湖の漁師たちなら何らかの異変にもう気づいているかもしれんな。무슨일이생긴것같구만너는그러고있으면안불편하냐며칠째그러고있네아이고아이고안녕하신가아이고今日は土下座の目障りだの言わねえんだな。そりゃそうか。なんせ助けられた側だもんな。怪我、もう大丈夫そうね。うるさい。お前に気遣われる言われはない。お前の助けなど俺は望んでいなかった。坊主、私は分かってもらえればそれでいい。今の私たちが何でもなくはないって。なるほど。その自信の根拠があの流れ者ども、錬金術ってわけか。そうよ。行くぞランバー。 助けた霊もなしか。まあ最初から期待もしてねえけどよ。もうやめなよレント。なんで一番いじめられてたお前が言うんだよ。こんな時くらいもっと。くそ。みんなボス君と喧嘩中なんだ。見てたろ。そんなの当たり前さ。あのいけすかない野郎とはずっと敵同士だよ。敵、友達じゃなくて。ボスと私たち子供の頃はよく一緒に遊んでたんだ。ライザ。でもあることで大喧嘩してさ、それっきり。確かに喧嘩中ってことなのかもね。아니무슨일이있었어가지고그럴까가지고있던애들은저앞에서있네요기다세너클라우디아こんにちは、二人とも。どうしたの？ああ、いや。ボースと話した時のこと、ちょっとクラウディアに謝らないとって思ってさ。
あっさり言うなよ。大体俺は悪いこととか何もしてないのに、なんで謝るとか、そういう。自分で言ったくせに。そういうことならお互い様でいいんじゃないの。私こそごめんなさい。よく知りもしないのに余計な口を挟んじゃって。別に俺も怒ってねえし、いいよ。で、ああ、そういうめんどくさい話はやめだ、やめ。そうそう、その普通な感じでいいんじゃないの。それより二人とも、ここ来るときに気づかなかった？気づくって何に？湖の様子よ。なんだか妙に静かじゃなかった？そういや、やけに湖面がないでたな。また不良がなんとかって話か。さあ、でもやっぱり何か嫌な感じがするんだよね。とは言ってもどうすりゃいいんだ。そりゃやっぱりまた漁師さんに忠告かな。またうるさがられるだけじゃ。危険を黙って見てるよりはうるさがられる方がマシよ。船着き場に行きましょう。뭐알려주고나면은뭘주워듣겠지이건뭐냐宝石って色々あるな。見た目も似てるし少しずつ覚えていかなきゃ。시계랑장식은계속누가주워오는거야이거뭐방이계속늘어나네피아노는또언제들겠어하하それにしてもフィルフさんか。大変なことになった。いや、知らなかっただけでとっくになってたのか。アンペルさんとリラさんはそれを食い止めるために島の内外の遺跡を調べて回ってたんだね。あの魔物がただの石膏でしかなかったなんて。じゃあアンペルさんの言う大信仰って、あれ以上のがそれこそ大軍勢で来るんでしょうね。そりゃクリント王国もボコボコに。おーい、ライザー。あ、漁師さん。ああ、不良の時に蒔絵をあげた。また何か用？こっちも話を聞きた。ここんとこ蒔絵の危機が落ちてんだ。また新しいのを作ってくれねえか。え、あれ結構強力に作ったのにもう効かなくなっちゃったの？そうなんだよ、全然取れなくなっちまった。頼む、島の漁師全員を助けると思ってよ。蒔絵で大量になるからって調子に乗って取りすぎたんじゃねえのか。バカ言うな、取る量は不良前より抑えてんだぞ。こっちがどれだけ苦労してやりくりしてるか。あ、分かった分かったよ、俺が悪かった。で、どうするライザー。もっと強力なの作るか考えてはみるけど、そもそも餌頼みの量ってどうなのかな。不良の原因について餌の効力が落ちたこと以外に思い当たることってありますか。学者じゃあるめえし、小難しいことはわかんねえよ。俺たちが感じるのはまた潮目が変わったくらいだな。やっぱり変わってるんだ。じゃあ外界の魔物なんてのも現れたり。だからあん時も言っただろ、外界で何十年に一度の大しけでもなけりゃそうそう来ねえって。アンペルさんが言ってたことだし、ちゃんと用心しといた方がいいと思うな。アンペルって最近この辺うろついてるまじないしか。あんな流れ者の言うことが当てになるのかね。ちょっと、アンペルさんはすごい錬金術師なのよ。私が蒔絵を作れたのも。どうどうライザー、何にもないならそれでいいじゃねえか。よくない、竜もフィルフさんも出たのよ。外界の魔物だって来ないとは限らないじゃない。それはそうだけど。だから
気をつけた方がいいんだってば。そんなこと言ったってな。何もないものをどうやって用心すりゃいいんだ。寮を休むわけにもいかねえしよ。それはだからライザー、いや錬金術師さんよ、さっきも言ったが、とりあえず前のより強力な魔系を作ってくれよ。そうそう、まずは不良の方をどうにかしなきゃ。何か起きたら知らせるぜ。ライザー、どうする？魚が湖にいるかどうか調べるだけでも意味はあるかな。分かった、とりあえず前のより強力な蒔絵を作ってみるよ。おお、よろしくなライザ。いや本当に助かるよ。チッ、自分の都合ばっかり押し付けやがって。漁師さんの言うように実際には何も起きてないわけだし、しょうがないよ。それにしても作り方の当てはあるの？分かったとは言ったんだけどさ、正直どうしたものかなって。どういう餌ならよく食いつくかってのは分かるんだ。ある方向に匂いが強くて好みの味なんかもあって、ただ前に作ったのと比べてより強いものをって考えると、いい材料が思いつかないんだよね。こんなところに集まってどうした？リラさんとアンペルさん、実は、私は魚の餌のことはさっぱりわからんが、強い匂いのあるものならば。何か知ってるの？北の宿場に買い出しに行った時、全体が強い香りに包まれている森があるという話を聞いたんだ。おそらく香りを出す木か何かが生い茂っているんだろうが、その辺を材料に使えばいいかもしれん。香る木か、ありがとう。場所としては街道をずっと北に行ったところだそうだ。分かった、目的のものがあるかは分からないけど、行ってみなきゃ始まらないし、行ってみるよ。아니 지금 떡밥을 만들려고 다시 숲으로 보낸다고. 하이 거지 같은 놈들. 히히.